制服、まあ、ジャケット、パンツ、ズボンのようなものは自動車の内蔵材などに加工されます。でその他にも一部は軍手として生まれ変わる部分もありまして、それは、学校の例えば防止作業なんかに使われますので、そうすると先輩の出した軍手で、在校生が防止活動を行う、医療品の輪がきちんと作成するということで、学校の中で輪が閉じることができるということになります。つまり入学した4月の段階で、はい、制服をそのちょっとこうリースというかレンタルして生徒さんは3年間着るという感じなんですかね。もうあらかじめ回収することは前提になってるわけですね。あの回収に、まあ、提供していただくということが、まあ、ある程度前提になっておりますけれども、はい、全国線に持っていきたいという生徒さんの場合には、それを無理にするものではありません。はい、そして海外支援につながっているということですが、これはどういう支援なんでしょうか。はい、もったいないスクールという名前にも入っています。もったいないキャンペーンというのを提唱しております、はい、ワンガリマータイさんというケニアの、女性がいらっしゃいます、はい、あの元環境副大臣をしておられる方で、まあ、アフリカ人の女性として初のノーベル平和賞を受賞された方ですけれども、彼女が、アフリカで行っておられますグリーン活動、グリーンイベント運動の方に必ず寄付が寄付したことになっております。学校生活としてこう環境活動へもつながっていくとということになりますね、はい、あの環境教育のなんか授業なども行うそうですね。あ、はい、あの3年間生徒さんたちが在校していらっしゃる間には、私たちもあの、まあ、私たちが実際地域で行っている繊維製品のリサイクルについての出前講座も行いますし、それから製服メーカーさんの方でも補修や配布の修正など、はい、メンテナンスの協力をしてくださることになっております。はい、あの古着のリサイクル率というのはどのくらいなんでしょうか。実はあの全国の平均というのは 10% ほどしかないんですね、はい、でも私どもの団体でお預かりした古着に関しましては 87% をリサイクルしております。 87%？ はい、まあ、そのリサイクルは要するに服を服としてじゃない場合もあるということですね。先ほども言いましたよね。もちろんです。はい、あの雑巾だったりウエストだったりということも含めて、はい、再生率が 87% と。そうです。はあ、すごいな。そしてザ・ピープルさんではあのグッズもお作りになっていると。はい、あの例えばですね、先ほどウール製品からナタガという話をさせていただきました、セーターを一枚一枚色別に綿に戻す機械を私ども導入いたしまして、うん、その綿を使って、ベルト手芸の防水の品用なんかも作ったり、それから、ジーンズの下の上で決まった方を利用してエコバッグも加工して作ったりと、そんなことも行っております。あ、まあ、本来の意味のリサイクルバッグなんかもしれませんが、ね、最後になります。活動を通して伝えていきたいことをお伝えください。かわいい動物ですがいっぱい、ここでしか買えない限定グッズもたくさん。
札幌近郊の中山峠をはじめ、南西部の稲穂峠、伊布江峠、静かり峠はところどころ凍結しています。また十勝方面の西小峠、刈上峠、そして道東の美幌峠は凍結しているところが多くなっています。39号線の関北峠など上川方面の峠道は圧雪やアイスバーンのところが多くなっています。道道小樽上段県線の浅利峠は冬の交通規制で夜間通行止めです。道道小樽上段県線の浅利峠は小樽の浅利川本線と札幌市南部上段県の間が毎日夜7時から翌朝7時まで通行止めです。日本道路交通情報センターの松田がお伝えしました。では測ることのできない奥深い関係が構築されている。幼い頃は父に甘え、その偉大な存在に心を預けていた息子も、時が経つにつれ照れという厄介な感情に翻弄され、二人の間に微妙な空間が生まれてしまうことも少なくない。